イェレナ・トマシェビッチは、セルビア、クラグ・イエバツ出身の歌手である。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の、セルビア社会主義共和国のネゴティンに生まれた。ユーロビジョンソングコンテストの2008年大会にて、セルビア代表として、オロを歌った。イェレナ・トマシェビッチは8歳の頃、クラグ・イエバツで開かれた子供の音楽コンテスト、ソレニーヤダに参加した。 これが彼女の音楽キャリアの原点となる。トマシェビッチはクラグイエバツの民謡グループクド・アブラシェビッチに加わった。クド・アブラシェビッチは舞踊でヨーロッパ各地で多くの賞を受けており、またトマシェビッチのその一員の歌手として貢献した。やがてイエレナ・トマシェビッチはグループのメインボーカリストの一人となった。これによってトマシェビッチが大勢の前で その歌唱を披露する機会を得るようになった。トマシェビッチは1994年、クラグイエバツで開催されたユーゴスラブ子供フェスティバルにて、大勢の人々の前で歌い、優勝を果たした。それ以降、イエレナ・トマシェビッチは、チェコやベラルーシ、ブルガリアなどの国際的な音楽祭で歌い、多くの賞を受けた。トマシェビッチは2002年、 アイドルシリーズに類するセルビア国営放送のサンケートゥアーというオーディション番組に参加した。ベオビジア2005にて2005年、イエレナ・トマシェビッチはセルビアの人気歌手ジェリコ・ヨクシモビッチの下でプロの歌手としての活動を始めた。ヨクシモビッチはトマシェビッチのためにユトロという楽曲を制作し、トマシェビッチはこの曲でユーロビジョンソングコンテストの国内選考の セルビア側予選であるベオビジア2005に参加した。これを通過してセルビア・モンテネグロ代表を選ぶ国内選考であるエブロペスマに参加したが最終的に優勝を逃した。エブロペスマではモンテネグロ側審査員がセルビア側の有力参加者に一得点も与えないといった不公平な態度に終始するなど物議を醸したがトマシェビッチはこの中で2位に終わった。 結局、ユーロビジョンソングコンテスト2005では、モンテネグロ側から参加したノーネームがセルビア・モンテネグロ代表として大会に参加することになった。その後2006年にセルビアとモンテネグロは平和裏に分離し、それぞれ独立した国となった。2007年、ジェリコ・ヨクシモビッチが率いるレコード会社ミナコルドと契約を交わし、2008年にイエレナ・トマシェビッチの デビューアルバムが発売された。アルバムからシングルカットされた楽曲、コシバは2008年3月末にセルビア国営放送の番組ベヤグラッドスカロニカで紹介された。また、この年、ジェリコ・ヨクシモビッチはトマシェビッチのために楽曲、オロを作曲し、ベオビジア2008に挑んだ。トマシェビッチはこの大会に優勝し、同じくセルビアのベオグラードで開催される。 ユーロビジョンソングコンテスト2008のセルビア代表に選ばれた。イエレナ・トマシェビッチはまた映画アイボコバ・スラバに客演して歌った。また、ジェリコ・ヨクシモビッチの2005年のアルバムにも客演し、2005年バスケットボール男子欧州選手権の開会も務めた。イエレナ・トマシェビッチは2002年に高等学校を卒業した。同じ年、 クラグイエバツ大学の英語学部での勉学を始めた。トマシェビッチは一時的に休学していたが、2009年に卒業を予定している。ユーロビジョンソングコンテスト2007のセルビア代表であったマリア・シェディホビッチもトマシェビッチと同じクラグイエバツの出身である。2008年4月、イェレナ・トマシェビッチがセルビアの俳優イバン・ボシーチッチとデートしていると報じられた。 レナトーマスビックホボーリートハット、レナトーマスビック、プロミヘラスポッタジェリーントーマスビックザペスムコシバ。rts,http コロンスラッシュスラッシュ ww1.rts.co.rs スラ、e、ッシュユーロスラッシュ2008年3月29日閲覧。ダイナルバブ。presonline.co.u 2008年4月12日閲覧。 ありがとうございます。